おはようございます。高橋亮です。今日は8月6日ですね。もう日付的にはもう真夏じゃないですか。もう来週からお盆っすね。もうそれなのに今日はちょっとセッションズの今期っていうんですか、来期っていうんですかね、もうこの時期になるとちょっと怪しい時期になってくるんですけど、新作のウェアですね、今年秋に並ぶ、店頭に並ぶモデルのウェアを写真撮ったりとか、あと動画撮ったりとか、そういう撮影をするためにね、東京の方のスタジオに向かってるんですけど、まあちょっとめちゃくちゃ暑いんでね、スタジオの中で涼しいっちゃ涼しいんですけど、冬みたいなほどはもちろん寒くはないんで、やっぱ暑いですよね。で、去年も同じ感じで僕の方の動画からもね、上げてますけど、その時の様子っていうのは結構写真とかは竜王とか、あとどこかな、あと店頭、お店の方ではこういう、POP の方に入れて、ちょっとウェアの着こなし例だったりとかっていうのをこう出したりとかしてたんですけど、一番よくなんか僕も SNS でタグ付けしてもらえたりとかするのは竜王のロープウェイが一番多かったですかね。で、結構内装でウェアの着こなしのラッピングをしてあるんですけど、あれ見た方とかはね、ご存知かもしれないですけど、めちゃくちゃ黒かったんですよ僕。去年はもうなんか黒かったんでね、今年はちょっとね、40にもなったんで少しちょっと日焼け止め塗ったりとかしてるんで、去年ほどは黒くないんじゃないですかね。ちょっとあんま変わんないかもしれないですけど、これを写真だったりとか動画とか撮ったりとかしつつ、ちょっとこうそういう内容をねまたお見せできればなと思いますんで、ちょっとねこの暑い時期にウェアなんか見てもらえればなと思いますんで。でもなんかね、セッションズウェアのラインも1個増えたりとか、あとカラーですよね、また動画の方でも見れると思うんですけど、ちょっとまた色味も黄緑だったりとか、あとはオレンジだったりとか、あとなんていう色なんだろうな、なんか結構変わった青っぽいのとか、結構個性的な色があったりとかするんで、やっぱりねウェアやっぱ暗い色ね、僕もそんな普段派手な色着ないですけど、ウェアの時ぐらいはねちょっとこう派手な感じでも結構楽しめると思うので、地味なウェアよりねちょっとぜひね派手なウェアをね着てもらって、ちょっとこうゲレンデで楽しんでもらえればなって感じで、いろんな着こなし紹介していきたいと思いますんで、よかったら最後まで見てください。それでは行ってきます。でね、さっき板は置いていったんで、どうですかね、何階ですかね、行ってみましょう。2階みたいですね。2階閉めましょう。だってね、コーヒーとか持ってきちゃうから、片手と撮影ともこれ両手が、しかも荷物多いんですよ今日。着きました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 。おはようございます。おはようございます。おしゃれです。お願いします。これ。すごい。焼けてますね。はい。天然焼けです。キッサルではないです。キッサルでは焼けやすい。そう、ちっちゃい箱に入ってる。黒ばっかじゃ面白くないかな。
おろし、はい、そうですね。はい、ですね。あれ、なんかごめん。2個ついてる。はい、終わりで。大丈夫ですか？終わりました。もう僕とゆうきさん、まあ去年もなんですけどね、まあ、特にゆうきさんなんかもう撮影慣れしてるからね、まあ、僕もおかげさまで今のセッションズの前からですかね、結構いろいろこうスタジオでね撮影させてもらえてるので、雰囲気だったりとか流れとかそういうのはもう全然分かっているので、仕事が早いです。もうパパッと撮ってね、着替えが時間かかりますかね。でもね、今日いつもとちょっと違ったのが、まあ着替えを早くするために僕いつも最近シューレース紐のタイプのブーツ履いてるんですけど、あれ毎回ねウェアのために履いて脱いでってやつは大変じゃないですか。それなのでインナーを抜いて、大体ああいう撮影の時はちょっと動画も撮ってあると思うんですけど、インナーを抜いた状態で、まあ、足スポッて通すような感じで撮影してこう効率よくね着替えができるようにしていくんですけど、なんかね内側のくるぶしとかはね靴ずれしちゃって、もうなんかヒリ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 しちゃってね、メイクさんがちょうどバンドエイド持ってたのでいただきまして、絆創膏を貼りながら撮影したんですけど、最初結構あれ内側痛いなとかって思ってて、歩いてる時どうしてもインナー履いてないからガタガタなんですよ。それで多分変に擦れちゃったんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど、とりあえずすげえもうそういうちょっと見えないトラブルもあったりとかで、まあ、無事に撮影が終わってよかったです。まあ、今回の動画は9月末ぐらいですかね、新作が店頭に並び始めると思うんですけど、その時に着こなし例みたいな感じで POP でこう去年だったらこんぐらいのパネルですかねに各モデルのねカラーの配色だったりとか着こなし例みたいなのが実際のこう写真でね雰囲気伝わるような感じで作ってあるんですけど、また多分今年もそういう感じやったりとか、まあ、それ以外にも SNS 用だったりとか動画用だったりとか、まあ、いろんなのに対応できるようにちょっと今回撮影したので、またでき次第皆さんの方にお届けできればなと思います。こんな感じでね、ちょっと結構一日長かったんですけど、もう帰ってねビールでも飲んで寝たいと思います。こんな感じでとある一日シリーズですかね、僕の、まあ、またちょっと滑りじゃないんですけど、またそのうちまた滑りの動画でも出せればなと思いますんで、よかったらまた見てください。じゃあコメントとかね高評価とかしてもらえちゃったら励みになりますんで、またよかったら見てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。帰ります。